ご乗車くださいまして、ありがとうございます。この列車は、札幌発、小樽、倶知安経由、函館行き臨時特急、ニセコ号です。
まく本部駅に停車いたします。左側ドアの開きます。本部駅では一番後ろに1号車がホームにかかりません。危険防止のためドアが開きません。お乗りの客様、前より2号車から5号車通りの乗降りをください。本部駅は30秒ほどの停車となっております。ご注意ください。本部駅を発車いたします。次は黒松内、黒松内は11時9分の到着です。Stop.
函館本線の通称山線と呼ばれる区間を走行しています。札幌おしゃまめ間の間にくっちゃん、伊勢港を経由する函館本線、山線と東村、苫小牧、千歳を経由いたします。ドルラン本線、千歳を経由する2つのルートがございます。距離の方は山線経由が 170km に対して、ドルラン本線、千歳経由は 206km と、山線の、経由の方が短いのですが、山線経由はその他の通り、農業地が、続く、詳しく、厳しい線形となっております。現在では、札幌、函館の方を走る特急列車が全部ドルラン本線で祖先を経由して函館に至ります。現在は普通列車の一部と、臨時列車しか走らなかったこの山線を、ただ特急列車で走るけれども、その意味で貴重な体験ということができます。これから先山線の特急な風景を、車掌いろいろ続けてください。次の停車駅は、黒松駅です。黒松台11時9分の到着です。黒松台も最後部一番後ろの1号車がホームにかかりません。危険防止のためドアが開きません。黒松台降りのお客様、2号車から、5号車の前にいるところの降り口をご利用ください。黒松台には、11時9分の到着です。
待たせします。まもなく、北限の船の原生林、船の森でも有名な、車線駅に到着いたします。車線駅では一番後ろ1号車ホームにかかりません。危険防止のためドアは開きません。車線降りたお客様前より2号車から、5号車の位置をご利用ください。黒松台でおよそ30秒ほどの電車となっております。ご注意ください。黒松台を発車いたしますと次は長万部です。11時29分の到着です。まもなく、黒松台に止まります。左側のドアが開きます。
けでおよそ、14分ほど停車いたします。11時43分の発車となります。おしゃまめの発車時間は11時43分です。乗り遅れにご注意ください。お乗り換え車ご案内いたします。東野東村上り上津玉駒井方面札幌特急北斗7号は連絡を渡りまして2番線11時33分の運転です。おさまめを発車いたしますと次は森です。森には12時30分の到着です。ここ長万部町は渡島半島の膝裏に位置します。人口5000人ほどの町です。町内には明治大学から東島都市から取ります。二俣ラジオ温泉と昭和30年天然ガスの発掘した際に空輸しました長万部温泉があります。また長万部といいますと毛ガニ、カニ、弁当で知られております。食料品統制時代に統制品から除外されていました毛ガニを茹でて駅構内で売りしたのが始まりとしており、昭和25年には、試行を含む上作られましてカニ飯は全国の駅弁大会に勝しまして、上位の成績を誇るなど全国的にも有名です。長万部ではおよそ14分ほど停車いたします。11時43分の発車となります。Thank you.